セールスライティングってスキルは社会に価値を増幅するお仕事です。より多くのできる限りたくさんの人間の感情を皆さんの中にインストールして、その方たちに影響を与える、価値のあるものをその方たちに手に取って使ってもらうお仕事です。そしてその人の人生を豊かにするお仕事です。その責任を負う仕事です。ですから自分のことだけ考えていては何の役にも立ちません。というかそれじゃなりません、だから何が言いたいかっていうと、いつまでも社会のお客さん気分でいてはダメですよってことです。今まではお客さんですから助けてくれました。冒頭で話しましたよね、価値がない時だって先にお金を貸して人は雇ってくれます。500円の仕事がしかできない時に1000円の仕事をします。それどころか時給1000円の方が、バイトに新しい仕事を教える時は1000円の方の時給を吸い取ってますので、例えば時給1000円でその方800円だとしたら、800円払って1000円の方 の生産性ゼロになりますから1800円借金してますからね、役に立つまで。ほんで役に立ったと思ったら私も一人でできますって独立する、借金だらけの人生ですよ。そんな人生はね、だから不義理するなって話です。何を言おうとしか忘れちゃいました。なので今までもし雇われて働いてた方はその生き方で生きてきました。だからその価値観を変えないと、世界が変わったから。今までは意識したことないかもしれないですけど、社会から助けてもらい続けて、もちろん責任、最低限の責任を果たしてますよ、もちろん。でも助けてもらって生きてます。ここからは違いますよ。社会のお客さんじゃないですよ。社会の資本を預かり増幅するお手伝い、企業ってそういうことです。社会から責任を預かって価値を届けることが企業です。そうですよね、飲食店とか全てもそうですね。企業事業を起こすっていうことは、社会からいただいたお金を、例えば1000円でお食事していただいたら1000円以上の価値を届けないといけないですよね。1000円以下の価値を届けるからその店は潰れます。独立起業するということはそういうことです。社会からお金を預かり、それ以上の価値にして社会に返すことをしてます。雇われてるっていうのは社会から借金してるっていうことです。お金を、社会からお金をいただいてる。でももちろんそれが素晴らしくないってわけじゃないですよ。役目を果たしてくるの、それは話が違いますからね。その方たちもいないといけません。全ての方が素晴らしいし意味があります。